静岡県立天竜高等学校は、静岡県浜松市天竜区にある高等学校である。二股校舎と春の校舎からなる。静岡県教育委員会は2005年3月までに、静岡県立高等学校第2次長期計画平成27年度を見通して、をまとめた。その中で、静岡県立二股高等学校と天竜林業高等学校は、 生徒数の減少により、学級数が少数となることが見込まれるため、発展的に普通か、専門学科等を有する高等学校に、再編整備することが必要とされた。並行して、春の高等学校も、二股また、天竜林業の、各高校の再編整備により設置する高校の分、校舎にすることとされた。平成25年2月県議会定例会において、 再編整備についての条例案が可決、成立し、3月28日に条例が交付された。2014年4月1日に条例が施行され、旧天竜林業高校の高知に開校した。校歌、天に竜あり地に竜ありの作詞、作曲者は次の通りである。静岡県立高等学校学則により、次のように定められている。開校前に、二股校。 天竜林業校に在学していた生徒は、開校によって天竜校二股校舎に、開校前に春野校に在学していた生徒は、開校によって天竜校春野校舎にそれぞれ転籍となった。2014年度以降において、二股校舎の普通科、環境デザイン科、建築デザイン科、森林科学科の生徒募集は行っていない。代わりに、二股校舎に設置された、 総合学科には人文社会、自然科学、総合ビジネス、建築、デザイン、福祉、健康、生活、保育の6系列が設けられ、総合学科とともに二股校舎に新設された環境科、森林科と総合学科との共通選択科目の授業が開講されている。ありがとうございます。